教科、理数は、学問としての理科、数学の各分野に関する知識と技術を習得させることなどを目的とする日本の高等学校に設置される教科。後期中等教育における専門教育に関する各教科の一つである。教科、理数は、理数に関する学科や、総合学科、分理学科、大阪府立十校などで、主に開校、学習される。 教科、理数に属する科目の数は7に上り、そのいくつかと普通教科を組み合わせて、教育課程を編成することで、主に専門学科や総合学科においては、学科の特色が生きるように配慮されている。事象を探求する過程を通して、自然科学および数学における基本的な概念、原理、法則などについての系統的な理解を深め、科学的、 数学的に考察し、処理する能力と態度を育て、創造的な能力を高める。理数に関する学科は、高等学校設置基準に規定されている、専門教育を主とする学科の一つ。専門教科、理数に属する科目のうち、理数数学、愛及び、理数数学2の2科目並びに、理数物理、理数科学、理数生物及び、 理数地学から3科目が、高等学校学習指導要領により原則、理修科目として指定されている。理数に関する学科の例としては次のようなものがある。理数に関する学科において理修する科目の例としては、次のようなものがある。理数系主に大学の理系学部に進学する者が、多いが、看護医療系や文系学部の大学に進学する者も,もいる。 そのため、地理歴史や古典を選択履修できるなど、文系にも進学できるように配慮された教育課程になっている高等学校が多い。理数の教科の特別な教科書は作成されておらず、該当する数学、理科の教科の教科書を使用する。例えば、理数物理では、物理基礎と物理の教科書を使用して学習する。理数数学1では、数学1。 数学に、数学への教科書を主に使用し、普通教科の数学にない発展的な学習内容については、補助教材などで学習を行う行列と行列式、一時変換など。一覧については、日本の理数科設置高等学校一覧を参照。ありがとうございます。